ピアノ・ソナタ第7番変ンホ・長作品 122D568 はフランツ・シューベルトが1817年に作曲したピアノ・ソナタ。初版は変ンニ・チ,チで作曲されたが後に変ンホ・長に改作され D568 として出版されている。ほぼ同様のソナタ作品を全音高い変ンホ・長に改作した理由は明らかではない。 同形式作品で、同じ楽奏を異調させたものがそれぞれ残っているのは、本作品のみでなく、グムンレンガスタイン公共局のように後期にも見られ、作者の詳細な創作過程が残されている。研究には欠かせない重要作であり、本校では両方扱う。作者はあまり高速に弾き飛ばされるのを恐れたのか、随所に右手中西部のコードを入れて演奏者に負担を強いている。 なお、ハワード・ファーガソンによると、8分の6秒子であっても、不当に早いテンポで演奏することなく、ディリックな主題を大きく歌い上げるべきである。変に蝶々の方がピアニスティックな演奏が可能になり、変補聴調,調のものより、ピアノソナタとしては、優れている。しかし、管楽器で演奏する場合を想定すると、変補聴調,調の方が適当である。ベートーベンも変補聴調ソナタでは、 ホルンの音を模したと言われており、関連が示唆されている。その他の例では、イタリア風序曲 D590 とロザムンデ序曲 D797 のコーダが、同じテーマで、前者は下書き的要素が強い。日本では内田光子の録音が有名。ありがとうございます。